ちらはネクスコ東日本です。午後8時5分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、京葉道路を東京方面へ走行中の方にお知らせします。この先、京葉口までの区間で雨が降っています。引き続き、京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。花輪インターを先頭に4キロほど交通集中のため渋滞しています。次に花輪インター付近23キロポストでバスが故障して止まっています。またこの先富浦インターまでの区間で雨が降っています。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。あなたに実装です。ネクスコ東日本。